ということで、シネマギークレンタル映画館、特別編ということで、特別編、関係者の関係者から、鉄風どうなんだっていう話をいただいたんで、はい、これ資料も何もないんでね、多少の差異はあると思うんですけど、そこだけご了承いただいた上で、見ていただけたらと思うんですよ。デッドプール、はい、アメコミの中である意味最強です。最強、まあ、これアメコミ、まずアメコミ言うと DC っていうのとマーベルっていうこう2トップがあるんですね、うんうんうん、で DC は、バットマン、あ、はい、スーパーマン、はいはいはい、ウォッチメン、はい、でワンダーウーマン、うん、フラッシュっていう、まあ、キャラクターがいる、はい、でマーベルの方はアイアンマン、うん、キャプテンアメリカ、うんうんうん、X メン、その他もので、両方、まあ、このスーパーヒーローセンターみたいな形で集まってくるのがジャスティスリーグっていうのがあるのと、はい、MCU マーベルシネマユニバースっていうのがあって、でいろんなヒーローが出てくる作品を作っとるんだけども、映画化圏の特徴というか、映画化圏の過程で、X メンは X メンシリーズ、うん。で、スパイダーマンやらアイアンマンはソルスシリーズっていうので、今映画化の中で2つ分かれてますね。なるほど。で、そのマーベルのコミックスの中で、最強と言われてるのがデッドプール。別の意味で最強と言われてる。で、なぜかというと、はい、デッドプールは漫画のコマの中から、読者にコメント出すんです。はい、コメントを出す。例えば漫画がね、はい、ストーリーがあるよね、ここで戦って次のシーンってこういう風になって、敵が公開してこうなってきて、それに対して公開して味方が頑張れっていうような一つの流れがあるね、漫画っていうのは大体ね。デッドプールは違うんです。ここのシーンでうわこんな敵と戦わないなと思ったらコマの外出てくるんです。コマの外に出てきて、次のシーン行ったら敵の後ろにコマの中に入っていく。いやいや、ずるっていうことができるか、デッドプール。最強ですね、確かに。で、アメコミのコミックスの中からでも、読者のみんな今から見てくれ、みたいなことを言うわけです。おー。っていうのが、こう、デッドプールの基本の中でね。なるほど。で、このデッドプールとはもともとめちゃくちゃ悪いやつなんですよ。はい。いわゆるこの街の賞金稼ぎ的なことをやってるんだけども、まあドラッグもやったりもしようかみたいなところの雰囲気の人たちに囲まれて、賞金稼ぎをしてると。で、今回、ここから映画のデッドプール。はい。主人公がこの街の賞金稼ぎ的なことをしてると。で、ただ、素敵な、まあ、いわゆる、まあ、風俗のお姉ちゃんと仲良くなって、真剣に恋愛をして、結婚しようかってなるんだけども、その瞬間倒れるんだよ。おぉ。あれ?と思って病院に行くたら、あなた末期の癌です。あららら、急にシリアス展開。っていうな、ね。はい。で、末期の癌か、結婚しようって言ったのにっていうところから悲観するんだけども、彼女が一生懸命何とか助かる方法ないのかって探してる彼女の姿に、うん、いや、このままやっぱ死ねんな、と思って、藁にもすがる思いで、怪しいけどもあなたの命救いますよと声かけてきたエージェントのところに行くんですね。ほほー。そこは人体実験をしている秘密の工場で、スーパーヒーローになるための薬を開発しているところだったと、はい、逆に言うとスーパーヒーローに対抗できる超能力を持った人たちを作るぞという悪の組織だったんですね。でそこでとある薬を打ち込まれて、主人公のライアン・レイノルズは超回復能力を持った死なない不死身の男になる、うん、でもその複数には反作用で顔はドロドロ、髪はボロボロ、うん、全部抜けてしまってっていう、もう見るにも耐えれないような姿になって生き残るわけです、はい、このままじゃ彼女にも会えないっていうような姿になったんだけども不死身の男になった、うん、元に戻すためにあいつすら倒してやるって活動するのが基本の流れ。へえ。で、悪の組織はもうデッドプール、ライアン・レイノルズは死んだと思ったんだけども、構成員が次々殺されていくんですね。デッドプールが殺していくから、誰やねんあいつってなって、あ、こいつかって分かったら恋人をさらって人質に取ると、うん、それを救いに行くのがメインのストーリー。なんか悲しいヒーローの物語っていう。ただ会話が
15歳未満の方は見ちゃダメっていう内容になってます。あ、そうなんですね。もうあのね、 F から始まる禁止用語とかね、はい、バンバン出まくります。あー、なるほどなるほど。クリーンじゃないやつですね。そうっていうようなところからなってるんですけども、あと人を殺もう、まあ、倒すシーンとか結構血がドッパッドッパ出るんで、そう、あの辺ちょっとね、お子様には見せられない映画。そんなヒーローものってあるんですね。だからデッドプールは特殊なんですよ。なるほど、特殊中の愛すべき犠牲画なんです。そっか。ただ彼女への愛は本物なんです。うん、彼女のためには命を捨てても救いに行くで死なないけどねみたいな、うん、うわ。で、時間軸的には X メンと同じ時間軸なんです、はい、一応今のところマーベルの MCU の時間軸と X メンの時間軸はパラレルワールドってことになったんですけども、うん、X 名と同じ時間軸だから X 名のキャラクターとか何個か出てくるんです、うん、ただ出てくる、今回出てくるのは、サイクロプスない、クロックスだったかな、鋼鉄の体を持つのと、あと坊主頭の女の子が出てくるんだけども、これ明確に劇中で言うんです、お前ら二人が出てくるのは予算のせいだろ。本当なんですか。おそらく本当。いわゆるキャラクターの関係、あのアメリカってね、キャラクター関係がしっかりしてるから、このキャラクター出すってなったら俳優の許可取って原作の許可取って、その俳優を使わないといけないみたいなのがあるから、お金が膨大にかかると。だからデッドプールなんて誰が見るねんみたいな勢いで作られとうから、むちゃくちゃお金かけてない割にはかかっとうみたいなところがあって、なるほど。でワンシーンだけ出たりするんですね。配給が20世紀やから、うん、とまあ、当時きちんとした20世紀やから、20世紀は配給してた X メンのキャラクターが CG で作れる分はチラッと出たりする。なるほど。で、敵のシーンとかにこう乗り込む時に、もそうなんですけど、例えばオープニングからしてデッドプールらしさが出るんです、うん、タクシーの中、デッドプールが乗ってる後部座席にね、カメラがこうデッドプールを映してる、うん、たらタクシーで移動中やからデップ暇なんですね。ああ、なるほど。たらこう天井、タクシーの天井にねガムがついてる、はい、天井からガム取ってカメラになすりつけるんですよ。ふんって言うたらヒーローにはあるまじき行為ですね。でこう最後クライマックスに敵に攻め込むときに画面のスクリーンこうまっすぐ見るんですね、こっち見て、こっち見てミュージックスタートっていうこの、さっき言ったコミックスの中からコマから出てきて別のコマに入るみたいなのノリでそういうことをやるっていう、なるほど、ある意味最強のキャラクターデッドプールっていうか、逆に言うと何でもできちゃうキャラクターがデッドプールなんですよ。このデッドを映画化したこと自体がものすごいことで、でこのデッドプールってこんだけクソなキャラクターのくせしてみんなから愛されてるっていう、うん、で MCU の映画化権は今ディズニーが取得したんですよ。あ、そうなんですね。ただディズニーってそういう下水キャラクターとかは基本的に全部 NG なんですよ。そうでしょうね、ディズニーですもん。 NG なんですよ、うん、NG だけどもデップは作りますってディズニー明言したんで。なんですね、なんなんでしょう。なんかやっぱりクリエイターもデップの自由奔放な生き方とかキャラクターっていうのはやっぱり認めてるっていうところも含めて、デッドプールっていうのはこうめちゃくちゃ面白いゲス映画なんで、レンタルで見ると、まあ大人は全然見てもらっていいんですけど、お子さん見えないんで、あ、そうか、そうですね、はい、15歳以下は見えないはずなんでね、うん、見ていただきたいんです。もうそれぐらい自由奔放なキャラクター、うん、ただデッドプールのラスト、敵の陣地に攻め込むぞっていうシーンはキャプテンアメリカウィンターソルジャーの直後のなんだろうなっていうシーンが出てきます。ということは X 名の時間軸でありながら MCU の時間軸も兼ねてるのがデッドプールなんですよ。さっき言いましたよね、 X 名と MCU はパラレルワールドということで作られてるんだけども、デッドプールの劇中には X 名のキャラクターが出てくるのに、MCU 出てくるヘルキャリアって言って、あの空母が宙に浮いてる、はい、これが残骸になった音がラストの決闘シーンなんですよ。へえ、じゃあいろいろ規格外に、規格外の自由度があるのがデッドプール。なるほど、何でもあり。そう、でも純愛です。でも純愛で、そうなんですね。
もうこのまま家に帰ってピーしてピーってピーだよねみたいなごくを普通に言いますんで、その辺許容できる人はむちくちゃ面白い。なるほど。へー、愛すべきバカ映画。でもね、このデッドプールだけの話を聞いてしまうと、うんうん、ね、そういう放送できないようなことがいっぱいあるんだなって思いますけども、その背景っていうか、うん、X メンとかこうね、うん、そっちの方まで知っていくと、うん、あ、そういうことか、そうそうそう、これもあるのかみたいな楽しみ方ができて面白いですね。そうだ、だけどね、ウィンターソルジャーだ、うん、キャプテンアメリカウィンターソルジャーのラストにヘルキャリア3機をが敵のヒドラグループに組織が乗っ取られて、はい、このヘルキャリアで不要な人類を抹殺しようとするシーンで、うん、キャプテンアメリカとファルコンが頑張ってこれを潰すんですよ、うん、でこの3機のヘルキャリアは残骸になって落ちる、はい、残骸になって落ちたヘルキャリアがデッドプールの舞台のラストの決戦シーンになると、うん、それ分かったら面白いですね。ほらデッドプールのポジションがそんなに自由度高いポジションなのって分かるとますます面白いっていう、うんうんうん、確かにのがデッドプールの面白さです。なんでここからね、マーベルユニバースシネマユニバースの MC を全部見出すとね、多分ね、26作品あるんでキリがないと。 X メンシリーズもね、あのウルヴァリンとかがいる X メンと、はい、ウルヴァリンが出てこないフューチャー&パスト系の X メンのシリーズがあって、はい、これまたパラレルワールドなんですよ。ただこのパラレルワールドのアポカリプスではこっちの世界から引っ張ってくるみたいな話があるんで、 X メンも2つのパラレルワールドがあってってなるんで、ものすごいねアメコミの映画化ってややこしになったんで本当ですね。これ知っておきるとさらにこのデッドプールの自由奔放さがうわこいつもろいわ自由やわってなる。なるほど。でライアン・レイノルズね、はい、グリーンランタンっていう超ダサく映画に出とったんですよ。うーん、デッドプールのラストに自分で自分殺しに行きますからそうなんですか。デッドプールがグリーンランタンの脚本元とでライアン・ネイルズを殺しに行くんですよ。それだけ俺にとってこれは失敗作だったねっていうのを劇中で明確に見せるっていうすごいっていうのと、1個前の X メンのシリーズで、はい、デッドプールというキャラクターで全く違うキャラクターが生み出されたんですよ、はい、それも倒しに行きますこのデッドプール俺ちゃうねんなるほどっていう自由度も楽しめるのがこのデッドプールという映画。はー、何でもあり、何でもありここまで来るんですね。そうすごいな、この何でもありっていうところがいかに最強か、うんうんうん、自由にできることがいかに難しいでもそんだけ楽しいかっていうのも感じさせてくれるのが、うん、ティム・ミラーの監督したデッドプールという映画なんで、なんか日本でもそういうのできたら面白いでしょうね。これね、うん、ある意味ね、あるんですよ。あ、そうなんですか。仮面ライダーシリーズ、はいはい、仮面ライダージェネレーションがある種それに近いと。そうなんですか。もう仮面ライダーの世界もね、いろんな仮面ライダーがあって時間軸があるっていうところでそれでひとまとめにするっていうのがあって、で数年前に仮面ライダーの時間軸をブーンとまとめたのがねディケイドつながったんですけども、ディケイドの後も仮面ライダー続いて、で途中でいろんな作品があるんだけどもそれをまとめるっていうところでジオウがあったんですよ。これ去年ので、今ゼロワンになったんですけど、このジオウの映画も仮面ライダーの過去のも全部ひっくるめて出してくるっていうなっとんで、はい、だけど時間軸超えて集める映画って難しいけどやっぱ用できとんな。これ仮面ライダーのねジェネレーションズも意外と面白いんでね、仮面ライダー知らん人はねなんちゃこりゃなるんですけど、はい、はい、なんで仮面ライダーも意外とそういうところもあるんで。へー、佐藤健がゲストで出るんですよ。あ、そうなんですね。仮面ライダー電話は佐藤健なんで、うん、そうですよね、はい、うんうん、でもね成長した野上良太郎としてジェネレーション出てくるんで、むちゃくちゃ良太郎、これ嬉しいですよね。まあ、ちなみにあの徳島出身の犬飼君がね、はいはいはい、もうカメラで出てますし、はい、もうグランブルーが今度は新作来るんですので、ね、ちょっと公開延期になったんでちょっと夏まで延期かなと思います。まあでもこの、うん、もう話元に戻しますけど、デッドプール、うん、むちゃくちゃおもろいのでぜひ見てください、はい、いや見たくなった、すごい見たくなった
あのこれもほぼレンタルありますんでね、はい、あの15歳以下の方はちょっと残念ながら見えないんですけども、自由に作り込んだ映画がこんなに面白いのかっていうのを見事に描ききった作品デッドプール、ぜひレンタルでご覧くださいということで、シナメアギークレンタル映画館スペシャル版デッドプールお届けいたしました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。お願いします。